お前本当に大丈夫なのか？実はちょっとまだ慣れてないのかな、この体。あ、でもシュルクには内緒ね。ごめんね、お兄ちゃん。気にするな。俺がモナドで体を壊した時、いつもお前が看病してくれたじゃないか。そんなこともあったね。もうずっと昔のことみたい。ありがとう。念入りに整備してんだな。うん、最近ちょっと照準がブレるのよね。ミゴールさんのところでパーツを分けてもらったから、新しいライフルを作ることもできるよ。うん、でももう少しこれを使ってみたいの。シュルク、分かってないな。愛着のある道具ってそう簡単に捨てられるもんじゃないだろ。そっか、そうだね。粗末にしたらオダマの爺さんにぶっ飛ばされそうだしな。ずいぶん熱心ね、ガド。当たり前だ。俺たち防衛隊員の武器や心構えにはコロニーみんなの命がかかっているんだからな。鬼神兵、いつ襲ってくるかわからないんだもんね。ああ、もう誰も死なせない。